青木愛は、日本の政治家、元テレビタレント、歌手、立憲民主党所属の参議院議員、参議院東日本大震災復興特別委員長、衆議院議員、民主党副幹事長、衆議院消費者問題に関する特別委員長、生活の党幹事長代理、自由党副代表県参議院幹事長などを歴任。学位は終始、東京都墨田区生まれ、 千葉県南房総市育ち。千葉県立安房高等学校卒業。千葉大学教育学部卒業。千葉大学大学院教育学研究科修士。家庭修了。2003年に行われた第43回衆議院議員総選挙で国政初当選。1988年に千葉大学を卒業すると前後して、テレビ朝日系列で放送された番組トゥナイト2に。 レポーターとして出演し人気を得た。また、シンガーソングライターとしても活動し、CD アルバム、どこへ行くのをはじめ、シングル6枚をリリースした。1997年に、千葉大学大学院、教育学研究科音楽教育専攻の修士課程に入学して1999年に、修了して、教育学修士を得る。その後、 東京芸術大学大学院音楽教育研究科研究生として1年を過ごしたが2000年から千葉県千倉町で実家が経営する夕日が岡保育園で主任保育士として勤務した自由党へ参加と民主党と合併2001年に小沢一郎政治塾を志望するも35歳までの年齢制限で入塾は不可だが推薦されて自由党に参加する2003年に 民主党と自由党が合併して民主党、千葉12区総支部長に就く。衆議院、議員2003年に第43回衆議院議員総選挙で千葉12区の民主党公認候補者として立候補する。自由民主党公認の浜田誠一に敗れるが、得票数87,522、赤配率75.6%の結果で、 超複立候補した比例南関東ブロックで復活当選した厚生労働委員会文部科学委員会憲法調査会に所属する2005年に郵政解散で行われた第44回衆議院議員総選挙で再び浜田と競い得票数92,611で選挙区と比例代表ともに落選した参議院議員衆院選落選後は 社会福祉法人理事や小沢一郎の秘書を務めた。2007年の第21回参議院議員、通常選挙で比例区に立候補し、民主党内第3位の得票数297,034で当選した。参議院農林水産委員会、文部科学委員会、災害対策特別委員会に所属し、第170回国会の農林水産委員会で、 農業共同組合法等の一部を改正する法律案の発議者として深く関わった。民主党、次の内閣文部科学部門で事業仕分け担当主査として文部科学省所管の予算事業について事業損費の選定作業を担当した。2009年7月24日に民主党は第45回衆議院議員総選挙で東京12区に 現職参議院議員の青木を擁立すると発表し、小沢一郎党代表代行とともに、倉外出馬記者会見を行った。8月17日に、衆院選考時に伴い参議院議員を自動失職となり、22日に、党比例名簿で辞典だった広野上司の繰り上げ、当選が中央選挙管理会の選挙会で決定された。衆議院、 議員2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で現職参議院議員から倉外候補として選挙区を自身の地盤である千葉から東京12区に移して立候補した。当該選挙区は政権与党であった公明党の大田昭弘党代表の地盤で政権交代選挙の象徴区として全国から注目を浴びた。青木は 得票数118,753で、小選挙区で当選し、大田は約1万秒差の赤配率91.5%で、時点となり比例代表に重複立候補しておらず、落選した。2009年11月に、青木の元公設秘書が、小沢一郎民主党幹事長の秘書から寄付を、強要され、青木が参議院議員当時に代表を務めていた。 民主党参議院に比例区第58総支部へ送金していたと話したことが報道された。複数の秘書が青木氏の政治団体へ寄付するよう強要されたと毎日新聞が報道した。国会議員秘書級予報は公設秘書による任意の寄付は禁じていないが第21条の3で公設秘書への寄付の勧誘や要求は禁じている。民主党は9月に開催した。 両院議員総会で岡田克也幹事長名で公設秘書の給与、手当は特別国家公務員としての労働の対価であり、強制は元より任意の寄付も望ましくないとする資料を配布し、今後は公設秘書からの寄付受領禁止を民主党の内規とすることを全議員に伝えた。2009年10月7日に民主党副幹事長に就く第173回国会から 厚生労働委員会理事と国家基本政策委員会委員を務める。2009年12月10日に小沢法中団に参加して北京を訪問する。2010年9月、週刊新潮は青木と妻子ある小沢一郎の政策秘書の不倫疑惑を掲載した。2012年の消費増税をめぐる政局で6月26日の衆議院本会議で行われた。 消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日に山岡健次らを介して離党届が提出した。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。2012年7月11日の 国民の生活が第一決闘に参加した。党広報委員長につく。12月に行われた第46回衆議院議員総選挙で、加田幸子氏が県知事が代表を務める、日本未来の党の候補として再び、東京12区から立候補し、選挙区で公明党の現職、大田昭弘に敗れたが、比例東京ブロックで復活当選した。 2014年12月に行われた第47回衆議院議員総選挙の東京12区は、青木のほか、公明党の大田昭宏、共産党の池内沙織、次世代の党の田も上と塩の4社の戦いとなった。順位3位で敗れ、比例復活も叶わず落選した。参議院、議員2016年7月10日党開票の第24回参議院。 議員通常選挙で、生活の党と山本太郎と仲間たち公認を受けて、参議院ピレークで109,050票の個人得票を集め比例1位となる。党党は比例区で1議席を獲得して2年ぶりの国政に復帰した。7月26日に、社民党と生活の党と山本太郎と仲間たちが結成した参議院統一会派、希望の会の幹事長についた。 2019年4月26日に所属する自由党が国民民主党に合流したことに伴い国民民主党所属となった。2020年9月国民民主党の分党による立憲民主党との合流に伴い立憲民主党に合流した当選回数5回。ありがとうございます。